皆さんこんにちは。こんにちは。今日はワルツのタンブルターンについて説明したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、1、2と3。0、2、3、1、2と3。はい、一度踊らせていただきました。今回ご紹介するタンブルターンですね。スイングダンスで、よく使っている方が多いと思います。このタンブルターンは、上級者といいますか、上手い人を見ると、高いところでシュルシュルシュルっと男性と女性が入れ替わってるのが、よく見えるので、ああいう風に踊りたいとよく、振り回してしまうっていう男性ですねがいると思うんですけども、今回はそういう風に、振り回さないようにするアドバイスというか説明ポイントっていうのを、ご紹介したいと思います。まずはじめによくある症状っていうのをお見せしたいと思います。0、2、3、1、2と3というふうに、男性が女性を振り回してしまうという症状がよくあると思います。0、2、3、1、2と3。はい、今お見せした通り、男性と女性の立ち位置ですねっていうのがタンブルターンでずれてしまうっていう方が多いと思います。このタンブルターンで今のような症状が起きた時には、女性がもっと頑張りなさいよとか、男性が、ちょっと待ってあげましょうねというふうなアドバイスをもらうと思うんですけども、確かにそれは間違いではないし、僕たちもそのように、指導といいますか、提案をすることがあるんですけども、もうちょっと細かくやると、あるエクササイズをしていただくと、より自分がずれているか、それとも、遅れているかっていうのがとてもよくわかると思うので、もしよかったら最後まで見ていってください。はい、それでは、今回タンブルターンでご紹介する、まあ、エクササイズというか、まあ、練習方法なんですけども、組むときに、ホールドではなくて、お互いにちょっと離れた状態でこのように前習いをしてください。はい、こういう形になります。前習いですね。前習いをした時にお互いの肩の関節もしくは後ろの肩甲骨あたりを触る感じになります。はい、でこの状態でタンブルターンを踊っていただきたいんですね。でこの形を作れている時っていうのは、まあスタンダードの一般的な考え方ですね。男性の前に女性がいる、女性の前に男性がいるというスタンダードの基本的な形が作れています。確かに半分ずれなきゃいけないのでちょっと横にはなるんですけども、今回はそれはあんまり気にせずにほぼほぼ真ん中でいいです。はい、このタンブルターンで問題が生じてしまうのは、男性の横に女性とか女性の横に男性という形を作ってしまうことで引っ張ってしまうっていう状態が起きてしまうので、今日はど真ん中でいいので前習いで相手が必ず前に自分の正面にいるっていうこの形っていうのをキープしながらタンブルターンをやってみてください。前習いの状態で組んで、ここから男性が後退、女性が前進の形からスタートします。ここから1、2とお互いに横かけるとなった時に、今のようにですね、ちょっと見づらいかもしれないですけども、男性と女性がこの前に作っているこの長方形の形ですね、四角の形を崩さないように、ここまでタンブルターンができて、その後女性が右足を抜いて、男性がこの前習いを崩さずに一歩ステップしてピボットをしてあげる。はい。で、できない場合はこのように回っちゃっていいです。くるくるくると回っていいです。ポイントになってくるのは、必ずこの前習いがこうなったり
こうなったり、よれないようにするっていうのがポイントになります。必ずまっすぐに90度を守った状態でターンブルターンっていうものをやってみてください。もう一度やってみたいと思います。0、2、3、1、2と、少し歩いていいです。とう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 と、3。はい、こういう形になります。0、2、3、1、2と、少し歩きます。とうとうとうと、3。今のエクササイズをしたときに、失敗しやすい症状というのがこのような形になります。せーの。1、2と。はい、わかりますかね？今、このまま移動すると、はい、この四角がずれてるのがわかると思います。これを形をしっかり整えると、必ず、はい、こういうふうに自分の前に必ず相手がいるという形を作っていると思います。これはダメってことですね。今の前習いが、ちょっとずつ慣れてきたら、この前習いを小さくしてみましょう。このままちょっとずつ近づいて、はい、こういう形の前習いを作っておきます。この形で、ターンブルターンの足型、ステップも行ってみてください。1、2と、お互いに入れ替わって、3。こういう形になります。0、2、3。1、2と、3。はい。今の前習いをした状態でターンブルターンをすると、先ほど説明した通り、自分が結構歪んでいるっていうのがわかると思います。この歪みが原因で、女性を引っ張ってしまったり、女性は遅れているっていうことに気づくようになります。で、実際にホールドを張ったとしても、このようにホールドが張ったとしても、3本目の腕と4本目の腕がこちらからドンと出てると思って、男性も女性も共にですね、普通に組んでるように見えて3本目と4本目の腕が自分の脇から出て、その絵が前習いをしているような感覚で踊ってあげると、ターンブルターンというものがずれなく、踊っているような感じになります。あまり良くないのは、そのターンブルターンに入る瞬間に、その前習いを忘れちゃうことですね。これをやってしまうと、先ほどのエクササイズが効果ないっていう形になってしまうので、気をつけて練習してみてください。はい。皆さん、いかがだったでしょうか？今回はターンブルターンを説明させていただきました。ポイントになってくるのは、スタンダードは男性の前に女性。女性の前に男性がいますよってことですね。真横に来ることっていうのはほとんどないので、ターンブルターンはその真横に来やすい症状が、起きるフィガーなので、気合い入れて回しすぎないように、2人で踊っているっていうことを認識してやってみてください。で、今回はターンブルターンでしたけども、この前習いの感覚っていうのは、どのフィガーにも言えると思います。はい。なので、踊りづらいフィガーがあったら、一度前習いをして、自分の体、ホールドや腕が、歪んでいるっていうのを、チェックしてみると、意外とうまく踊れると思うので、練習してみてください。それでは皆さん、頑張ってください。